いよいよ最後の大舞台、第5レース。ここまで走り抜いたチームの思いを胸に、栄光をつかみ取れるか、決着の時です。このレース最も人気を集めているのは秋の三冠馬娘、サクラローレル。1番人気です。3番人気はこの子です。三冠馬娘、ミスター CB。 対抗するのはメジロマックイーン。十分に勝利を狙えますよ。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。9番と1番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気、サクラローレル。長丁場のこのレースですが、9番早くも先頭に躍り出た。第1コーナー回って第2コーナー、さあ先頭に立ちました。1番2番手の位置で先頭を伺うのは9番、大きく離れてメジロマックイーン。外を通りまして12番、5番手に8番、1馬身差2番、1馬身離れてナイスネイチャー。2馬身3馬身開いてシンボリクリスエース。その後ろからサクラローレル、あとはミスターシービー、その外並んでゴールドシップ。6番最後方からのレースになりました。サクラローレル、ペースが速い。1番快調に飛ばして行きます。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ20馬身、前から大きく開きました。間延びした展開です。各自自分のペースを保っているようですね。順位を振り返っていきます。依然として1番、続いて9番、大きく離れてメジロマックイーン、その後ろから8番、それを見るようにナイスネイチャー。内から内から12番、そしてその後方には2番、その外並んでゴールドシップ。1馬身離れてシンボリクリスエース。サクラローレル、ここにいます。後方2番手にミスターシービー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。依然先頭は1番、続きました9番、その後ろにメジロマックイーン、8番4番手、さらにナイスネイチャー、ゴールドシップ。並んできた2馬身3馬身開いて12番2番、並んでくる後ろシンボリクリスエース。サクラローレル、ここにいた。そしてその外を回ってミスターシービー、最後方ポツンと1人。6番9番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。夏日のきらめきのもと、あなたと過ごす夏はきっと美しいものですわ。超える、飛び込む、団体に咲く、その日まで。9番、彼女の客室には合っていますね。先頭は相変わらず9番、1馬身離れて1番、外から行くメジロマックイーン。1コーナーから、そして2コーナーへ向かっていきます。少し離れてシンボリクリスエース。この辺りまでで先頭集団を形成しています。現在1番手はメジロマックイーン、2番手に外からシンボリクリスエース、3番手に9番、1馬身差1番、さらにはゴールドシップ。サクラローレル、ここにいた。内から内からナイスネイチャー、その外並んでミスターシービー、そして内目をつきましては8番、さらにはこの足は止まらない。だってだって心がそう望んでるから。後ろ2番ポツンと1人、6番サクラローレル、果たしてどうでしょうか。ババ状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。残り 1000m を通過、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。メジロマックイーン、先頭メジロマックイーン。レースはよどみなく進んでいます。先頭から大きく離されて2番手はサクラローレル、そしてミスターシービー、4番手にシンボリクリスエース。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。中山の直線は短いぞ、後ろの子たちが間に合うか。食い下がるサクラローレル、メジロマックイーン、これは強い。余力を残したまま200を通過、メジロマックイーン、リードは8馬身。3番手争いはミスターシービー、シンボリクリスエース、メジロマックイーン。強いとしか言えない走り、次のレースが今から楽しみです。最終第5レースを制したのはメジロマックイーン。合計スコアにも期待がかかります。結果はどうでしょうか。2着はサクラローレル、3着はミスターシービー。特別に大粒いちごのかき氷を